ということで、ちょっと野生のクマに会ったので、クマも飼っていきましょう。おー、まずは、うん、うお、ついだ、これ、強いんだよな、ちょっと、強くないですか、ちょっと待って2発か2発避けてこう、こうだ、なるほど。基本的に、え、マイク直してくれ、マイクなんか音質おかしい。 ASMR 大丈夫そうですね、大丈夫じゃないですか。ということで風を吹かしていきましょう。目的地まで 1.7 キロあるんでね、まあ、しばしご勘弁を思えば死んでくれASMRしただけで殺害予告される男を。さあ、馬も駆けつけてきてくれました。さあ、行っていきましょうか。さあ、で、ちなみにこの馬の名前は影。ん？なんだここは？ん？何か、母屋を見つけました。行ってみましょう。今、乗ったんだけどな。ここは乗れないのか？いや、乗れるやんけ。で、ここで一回置いて、ここなら助かるのでは。この場所は何だ。まあいいや、とりあえず、この場所は墓か。ユウタオープンワールド好き、クソ好きだよ。竹も手に入れ、失礼します。ユウタは絶対ティファで抜いてそうな安心感がある。逆にティファで抜かないやつ、マジ人としてちょっと欠陥があると思ってる。普通あれで抜かないやつが、うん、マジでちょ、なんかこじらせてる可能性があるわ。あれで抜かない方が失礼みたいなとこあるだろ。こっから降りればいいか。いや、ティファのどういうコンテンツ飛んでくの。あのバレットに侵されてるやつっすね。誉れ高くないだろうが、こんなゲームやってる時に誉れを持て。バレットって大体竿役になりがちだからな。百姓と領主が蒙古と戦うために結託したのです。蒙古ってのはモンゴル軍のことですね。私は稽古を任されました。チンギス藩やらフビライ藩やら。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どうこういたそう。さあ、新たな物語が始まります。さらに寄り道が本編。浮世草、この浮世草ってのはまあサブクエってことらしいです。行きましょうか。さあ、こいつについていけばいいのか。近くの百姓の家に降ります。はい、野営の場所を聞いてみましょう。なんかこいつのミッション進めていけばさ、ミッションって言いたくない、世界観に合わない。憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。なんか新しい技とか伝授されそうではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、海賊、父も母も殺されてしまいました。くしくもこちらも海賊狩りよ。声だけは、苦労して磨いたこの剣の腕、声だけは海賊狩り役に立つといいのですか。はい、我流の武士ということ。あれは火事か。あの家から。お、猛攻兵を倒せ。おー、部屋、間抜けた声を出す猛攻だ。え、行くの。やってる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 。あ、スニーキングは誉れは。なに、火力が少ない。さあ、これでハリーして、ハリーして、ハリー、それだけのお仕事。なんだ、やってる、助け出ししなければ。お前じゃない、こっちじゃなかった。さあ、ニコイチだ。救えぬ者もいる。ならば仇を討つまで。その前は心を鎮めろ。こいつ政子か。待て、ちょはいはい、こいつもちょっと血気盛んだな。弓矢もいるのか。しかしこれもダメさ。いた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 。
まあ、これ避けてこれでもいい。な、弓矢もいる。なんか仲間死んでる。さあこれジャストファイにして、ナブさん。でこれは水の方。ほら、ドンドンドンドリアさん、ドリアドリアドリア。おお。さあそして、これは弓に対するあれを得た。おお、やってみるか。おい、怖かろう。おいおいおい、ガードしてればもう弓を引かないね。さあ、あいつか。だるまさんが転んだ方式に行こう。どうしよう、あいつは困ってる。どうしよう、どうしよう、どうもならん。うらナムさん、一位材も手に入れた。またつまらぬものを切ってしまったな。あれ、おなごは、おなご手を合わせる。え、おなご死んだ。民のため戦って死んだ誠の武士だ。おなご、あれ、これ文金文字や。やってしまいましたか、私。煮え切らねえ。ということはバレてはいけないということ。一騎打ちするか。さあまずは、いやこちらは間違えた。離しちゃった。で観察する。テントイン、なんだ、観察してたの。ちょっと待って。なんで味方同士でやり合ってたんですか。一旦鏡、いや、やはり気持ちだな。さあ、三角押しっぱにして。え、ちょっと待って、押してる押してる。苦しい、ここむずいぞ。まずい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 。上がるのだ、スキルが。まずい。何、逃がした。どうしたどうしたどうした、なぜ逃げるんだ。まずい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 。さあ、鳥持ちで敵にダメージを与えろ。鳥もち、ちょっと待って、鳥もちがこれか。おおおおやるやん。あたった、ここだ。ナイス。さあ来いよ。これもパリで割っといて。パリでダブルパリだ。こいつすごい。終わって、くっそ。あー、もう一回。こういうこと。どうしよう。何、とどめを刺すな。
なんだ？ここか、ここに旗が。やばいやばいやばい、どこ向いてる、どこ向いてる。あいつか。やってくれるじゃねえか、こいつ。どうしよう。で、ここでアイテム取って。どうしよう、どうしよう。そいつは絶対許さん。何がどうしよう。うまく切っちゃった。ここが捕虜の方々か。やばい、救い出さなければ。あ、これで助けられるんだ。ああ、いうことしたな。ほら、逃げなされ。おい、感謝は切るぞ。こういうの大事。おい、昭和生まれだからさ、こういうの大事にしていきたいんだよね。全部あげとこうか。ここにも掘れば。新宝島じゃねえんだからさ。お前礼するまで通さんからな、マジで。対馬にいる限りみんな殺される。泣き言ばっか言いやがってよ。感謝は？なんかユナと会うのすげえ久しぶりな気がすんな。なんかここら辺にも猛虎軍めっちゃいるな。広すぎないか。危ない。よし。で、あ、花だ。花と竹だ。助かる。お、来た。ケンジとユナだ。まだ根に持ってんの？右足だけはいつに前の贈り物なんだ。おい、何やってんだ。タカが待ってんだよ。ユナだ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。お、来た。私が来た。例のお侍、坂井陣と申す。坂井陣でございます。これはこれは失礼しました。あっしは賢治。賢治、信頼と安心の当時で逆売り、そんで島一番の山師、鷹を阿佐村から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは。お調子者みたいなポジションなのかな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。え、ゆっくり策を練って。大丈夫、こいつ裏切り者じゃないだろうな。だって猛虎とのあれだろ、アクセスがあるってことは猛虎に飼われている可能性もあるということだ。大丈夫か。さあ、陣の道、砕けた土。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。ほう、あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせーって。もううるさいな。敵と商いをしておるのか。ユーマホー、死にたくなければ酒を脅されてまして。演技派だな。支度できたな。あ、本当にやるつもり。よし、タカ助けに行くぞ。家も漁っていくか、せっかくだし。あ、これ俺が破ったのか、すまんな。タカが待ってるよ、行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を。のしを上げさせるな。良いか、万が一にも敵に見つかったら。俺は死ぬんだろ、分かってる。これさ、一発ぐらい撃っちゃダメかな。この上見て、門のそば、はい。あれか。お、ここは。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ、捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。これで人身売買するのか。とんでもねえやっちゃな。これ撃っちゃダメ。あっ、내기좀할수있다들을빼시빼세요야바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 아これ気づかれちゃダメなんだね。
そりゃそう、それはそう。うわぁ、ひどすぎる。くそ、殺してこいつ。きっと中は無事だ。なぜ肝が小さいから。行くぞ。ユチプシュエッジザーザー。たぶんこっちから行った方がいいな。待て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 、見失ってない、見失ってないって。ちょ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 。危ねえ。よし。よし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 。ダイナミック、ダイナミック老女。よし。パワーストレスです。何？で、あいつをまた追えばいいのか。よし、ここから行けば大丈夫。危ない。でも、逃げ持ってそう。まずい。危ない。危ない、危ない。クソが。どっからだ。なんか屋根の上に来た。ありがてえ。いいルートになってる。こっから屋根伝っていけってことか。失礼。でこっち渡っていって。ヤギを発進だ。まずい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 。違う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 、ちょっとどんくさかったんだって今で、のろし上げれて、ちょっとスニーク苦手なんだよな。しっ、みんな声出さないでね。なめるなよ。よし、そう、救った。これ誉れだろうが、人のためには誉れも捨てる。これが真の誉れか。まず、なんでバレなかったんだろう。結果誉れ。市場に抜ける。一人だ。逃がさないよ。逃がしてるか、あいつは。ん？私は何を言ったの？あそこだ。さあ、もうここだ。お、よし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 。やめてくれ。これがどうだった。おお、ユナがやった。姉さん、タカ、タカに会えた。よかった、兄弟愛。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ、どうせ捕まる、逃げられやしない。もうダメだ、おしまいだ。この人は世界人、守ってくれるよ、はい、俺は強いぞ。タカ、信用してくれ、力を借りたい。いい男だな、酒井陣。励んでみます。あ、励んでくれ。よし、腰が抜けとる。こいつこいつ腰が抜けとるで。よし、なんとかなった。あいつらを救わなきゃいけないのか。やめて。まずは無視を。
何センハロアチュエンレグテルムンバイスタンスラヤゴセレムステーバーヤブチャッチなんだこれどういう状況だこれロゴサマライチェノムソンダイバンソモノウルスこれ撃てねえかこのハゲにハゲ頭にソモダなんでガッツポーズしたんだこいつ殺してやるよよし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 まずい助けないと助けなければよしあとはなめるなおらーおらー助かりました今村人ごと切らなかったか火事場に火を入れろ猛虎が寄ってきますここを打ち壊しはせぬであろうこの利を逃す手はないぞ籠城戦か前に殺されるかもいずれにせよここで猛虎を迎え撃つきれいな絵だなん？あの時やっといた方がよかったのか？やべこいつそうだガード不能かなんだそれなんだそれやばいやばいガードできねえやっぱこいつならば一戦抜きユナが倒れた助けなければこっちだちょっと待ってユナがちょっと待ってユナが蘇生何そんなこんなエペみたいなシステムあるの一切突きほら弓兵お前だよやばい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 お侍さんがまず百姓まずい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 何してんのお前これもやっておかないとよしよしやったで取り持ち玉であれ取り持ち玉あないのかちょっと待ってこれで区内で一回破れてて区内最強カジマに入られた止めるぞやばい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 誰がちょっと待って どこにいるどこにいる獣もいるお前かちょ獣やめてまずい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 やめなさいってやめろってお前ちょっとこれマルチタスクだ来いよよっしゃちょっと入ってくんだって後ろから死んだのやばい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 苦しい苦しい苦しい死んで一切ずつでこれ避けて何でこれ割ってこうだそしてこう体調粉砕よしやったかはいあれちょっと引いてない俺たちの殺意に2個お侍様の戦い方じゃないえ何を申す誉れではないということかお侍どころじゃないよこのお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さどうも大石クロードです早く逃げましょうちょっと引いてるじゃん農民たちが大丈夫これシュラルート入ってない
火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよ。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。だんだんメイク決まってきてんな。山口勝平みたいな声してんな。山口勝平らしい。伝説のクロード、悪くないだろう。火事場に火を、いや難儀なミッションであったな。しかしクリア。お、技量、技量が2、これは美味しい。鎧ダサくないだろこれ。雅子様特注のやつだよ。侍は誉れを重んじると書で読んだ。はい、それが己らと我らの違いよ。うーん、ならばなぜ我が兵は背後から来られているのか。堺は決してさような手を使わない。うーちく、痛い、胸が痛い。草では化けの皮が剥がれる。胸が痛むなこれ。ならば己はいい。信じてくれてるんだおじさんは。未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。志村先輩は、お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そんなことないもん、誉れまだあるもん。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。なんでそんな詳しいのこいつ。俺まだ首が繋がっていればな。こいつ俺に詳しすぎじゃない、俺事情に。タカが仕事を終えるまでおじ上をお助けにはいけぬな。これソロみたいにさ、あれだよね、忍殺した数でなんか敵強くなるとかないよな。そういうシステムやめてね。小松の稽古場、あ、これか。よし、お見事。次、なんかだんだんむずくなって、やべ、むずくなってる。よし。え？お見事。これ俺得意だな。で、これで気力、あと1個で気力が1個増えんのか。でも俺これの専業主婦になるわ。なんかやり合ってんな、なんだこれ。大丈夫そう。観察ってどうすればいいの？こいつあれか、エアシャドーボクシングみたいなことやってんの。え？これ見極めるだけでいいの？え、これ隊長も闇討ちできるのかな。隊長も、マジか、隊長は倒せないのか。で、これも、おっしゃ、隊長。よし、これで風の方誉れは捨てた。ナイス。じゃあこれはこの辺で。で、肩をこれが風の方か。これさ、こいつ通れないんだよね。ちょっと肩を切り替えて、相手の兵のあれで、ちゃんと、あ、区内か。あれ、帰ったの。あ、槍兵だ。で、まずは盾兵。なんで、行った。そこか。ちょっと待って、ちょっとこれ、肩回のむずいな。戦いのむずい。ちょ、まずはちょっと待って、肩をまずこれにして、ちょっときついきて、で、槍兵はちょっとむずいむずいむずい
めっちゃおる、めっちゃおる。で、こいつガードした状態で。ガード、ガード。ちょ、やば。ちょ、敵倒されると肩切ったの無理じゃない？ここは降りたら死にそうだな。ちょっとやってみて、食らわないかどうか。これ落ちてみて。こう。死ぬやんけ。ちょっとこのタイミング知りたいな。これ落ちてみて。ロリル。あれ？そのさ、落ちるタイミングに、なんか丸2回押せば、ローリングすればさ、ダメージを回避できるって聞いたんだけど。あ、まだそのスキルがないのか、俺に。理解理解。よし、あいつは盾だな。よし、共にやろう。トン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 、よし。よし、隊長。あと11人か。あ、区内忘れてたわ。そうだ、区内も使えるんだ。で、こいつはもういいや。よーし、肉を一軒。肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。それだけ。そう、もうドリブルは上手いし。あ、リーズはまだ終わってないのか。ほら、見て泣いてるよ。これを見殺しにしろというのですか。全て奪われた。ほら、ここにも全て奪われた人が。もう何があった。賊に襲われ、食べ物を奪われた。ここでもみんな奪われてんな。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った。北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なの。なんで賊の気持ちになって。約束はできぬ。こいつ奪われてなお人の心配をするのか。そんなんじゃこのご時世生きていけんぜ。北東にある森。やべ、ごめん龍蔵、ちょっと待っててくれ。人を助けなければならぬのが。すまぬ龍蔵。ここか。まずは一騎打ちだ。こいつらが賊だな。よし、その太刀、お前が死んだら俺が使ってやる。どりゃ。で、さらにどりゃ。もう一体どりゃ。賊粉砕。まだ生きてるか。おろで、どりゃ。約束はできぬ。生かしておくと。約束はできぬ。とどめも刺す。約束はできない。そう、あれ、盗まれた食料、これか。米だ。盗んだものに違いない。少し食べられている。で、さあ帰ったぞ。よくぞご無事で。はい、取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか、うん、盗まれたのではないのか。どうか、あ、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせて。お前はめやがったか。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。はあ、私のせいで。こいつ今更嘘をつかずとも。お前全人ずらすんじゃねえぞ。お前が当人だぞ。信じてください。マジかこいつ。うわ、まんまとはめられた。じゃあ、あれ誰の米だったんだ。おい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 、これはひどい。用意ができたようだな、松明を。よし、頼んだぞ。おお、まず一発。さすが俺の仲間だ。あの木を見ろよ。で、小舟を奪うのか。あそこにもいろいろあるな。とりあえず弓矢で。柵
ークを忘れたのかよ。 A の相手をするな。猛虎の船に乗り込むんだろ。すいません、ちょっとやれると思っちゃって、失礼。こういった剣か。よし、やっといて。そうだ、でこういった盾だから、でここでしっかりやっといて。ナイス。でこういった槍か、で蹴り飛ばして、こいつは蹴り飛ばして、おお、これが蹴りか。蹴り飛ばし、物資回されると。おお、こいつ連射魔か。やる。あ、でも俺にキルさせて欲しかったな。で、ここの武士、これが欲しかったんだよね。手下はなぜ捕まった。あの地図で行くか。じゃあ補給路が記されておったな。飯はあったか。ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。マジか。逃げ延びたのは俺だけだ。全員やるの。昨夜あいつら歌ってたんだよ。下さ、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、うん、それがどうかしたのか。覚えてるか、受けの連中が刀比べを見に来てたんだ。お偉いさんたちが。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。ああ、まあ加減すれば誰もが。だってそれで武家に認められればって話でしょ。だからって本気で打つか。負けるわけにはいかなかった。お偉いさん方が見てる中でってこと。スカウトみたいなもんだもん。行乱、生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げる。あ、プライドか。それは嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。じゃあ手抜けとか言うなよ。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。そんなこと言われてもしょうがないよ。お、それじゃあお前の気が済むのか。俺が手を抜いて武家に認められれば。お前かつてクロードと呼ばれてたぞ。あ、高い様より出世したな。どうした。ユナにまたばらまかれてる。不満か。こいつもしかして嫉妬してる今の俺に。そういうあれなのかもしれない。まあ致し方なし。そういうので、さあとりあえずあと追うか。ってことはもしもの時に俺のことを裏切ったりしないよね。それだけが心配ではある。お、着いたかな。さあ、じゃあ救出するぞ。でもいろいろね、俺も流走のためにいろいろやってあげてるから。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。確か味方にも恵まれない。戦や病や飢えで死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。弱いのがいけないんだ。強くなれ。他に逃げたいものは。これでみんな手挙げたらクソ切れそうだよな。でもよし、落ち着いてくれ。まあでもこんだけいればね。なる、出発はできそうか。手立ては道中で話そう。よし、じゃあとりあえず馬乗って、さあ行くか。救出編だ。狐の巣は行きたいところだ。すまぬ龍蔵、少し捕まってる。どうやって救い出す。どうやって策を出す。龍蔵すまぬ、少しこっちだ。少し離れるぞ。すまん龍蔵、ちょっと狐は大事に。ちょっと狐呼んでる。マジで、すまんで待って。でもこれも戦力になるから後の。ダメなのこれ。すまぬ後で行く。できないんだ。どうやって救い出す。どうやって策を出すのはお前の役だろ。はい、
いやこれが誉れの姿か。砦に入る道は一つだが、守りが狐トラップ絶対これ引っかかったやついるだろう、他にも。やばい、なんか歌ってる。ダーラ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 ー、ここにもいるのかな。もういないか。あれ、どっから歌が聞こえるんだ。あ、これか。もいるのか。外におる。助けに来てくれると思ってた。俺が全部やる。あ、やべ、これクマだ。よし。で、カーもちゃんとゲットして。よし、龍蔵、もうほとんどやったよ。あ、まだやってんだ。これさ、鉄ハウで、はい、うえこれいいな。めちゃめちゃ多いな。やめろ、うちのものに何するんだ。うちのものに、よしよしよし、キルパクして、やばい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 、やらなければ、こいつやりか、すいません、蘇生しないと、痛い、やめろ、ちょっと待ってくれ、これ蘇生もしなきゃ、これもう。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。賭けを、酒は持ってきたよな。なんかこいつら態度でかくない、囚われの身のくせに。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。え、それだけじゃねえ、拷問もなしだ。あれ、そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。どういうことだ。どうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。見返り、助かったよ。大丈夫、お前の部下、俺の全てだ。あいつの部下なんか、なんなら猛虎に捕まってた方が楽しそうみたいな。え、これ毒とかじゃねえよな。毒もらえてたとかじゃないよね。おかわりもあるぞみたいな。よし、ただ鍵縄の章クリアだ。で、お、仲間と話せ。お、雅子殿。ご加勢、叔父上もお喜びになります。あ、石川先生もいる。しばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。助かる。まずはご支度を直に仕掛けます。よし。待つとするか。石川、後で会おう。石川先生来ないと思ったけど。敵に寝返ったと聞いた。え？邪魔ないな。今はよそ。煽るなよ、巴のことか。あれは娘のような。ちょ、聞いてみようぜ、あの話。父親など忌々しいもの。石川が論破されてる。石川の論破を尻目に仲間に話しかけに行くか。おのおの方、潮時です。お、来たか。これより大勢を落とす気に立つ。すげがさ衆が誰一人来ておらぬようだな。しかれだ。これ以上は待てません。セルニヌンティウスがよ。まずはこのバカを。え、こいつか。で、ここで隠れる。よし、いい調子だぞ。い、多分この上にもいるんだろうな。まず。ケントウェイ。うわあ！びっくりした。助かった。あいつもやっておきたいな。待て、先に。無理に殺す。いやでもどうせこいつら殺すことになるんだよな。
人だけ、一人だけなら。バレてない、バレてない、クソ神、クソ神で、バレてなくて、まずここ開けといて。待たせるね。備えろ、ワンペイがおるぞ。とりあえず走っていくか。あ、違う、こっちだね。今俺はメインのあれ負けて、お、こいつはまず、やってるやってるやってる、まずい、火を放ってきた。なんだこいつ、やばい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 、まずこいつ崩して、こいつが一番強い、こいつがいるとこは避けよう。まず囲まれた。これあれだな、先にこっち行って一人ずつやろう。ここで刺して、まずユナも倒れた。でまずこいつ倒しておいて、でこいつも割っといて、分かってる、すぐに助けたい。ないここ助けて、やばい、ユナをまず助けないといけないな。仕方ねえ、鉄派撃つか。これもここら辺撃っとけば、これでこれで当たるよね。これで一掃できるってことか。こうしてトン、やったか。ノーテイオノクモ、バイ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 、何はサロアドバイソー、来てる来てる来てる、隠れろ隠れろ。ユナ、ユナは見えていない相手に。で、一回帰るから、帰った一人を、ヘリアの位置。よし、気づいてない。で、ここ上登って、上から。よし、持って。よし、オフアングル取った。完璧だ、これ。で、このバカを一人、闇討ち。ノーオノクモ、おい、ウドクツハルタ、よし、これもらったか。もろたで、ヘルペシュワイチ、あ、全員、あとは隊長だけだ。これ、上から闇討ち、これできるの。おらで、こいつは盾だ、構え的に。あれ、何してんだこいつ、何してんだこいつ、何してんだこいつ。まあ、こういう誉れがあってもいいよね、沼隊長。ありがとう、おかげさまでいい戦いになったよ。やっぱ一人ずつってやれば意外といけるな。なんであいつ登ってたんだろうな。龍蔵、お、伊藤、お前来てたなら言えよ、何勝手に。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。はっ、お前寝返るんか。お前仲間が腹をすかしてんだよ。へえ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。目を覚ませる、龍蔵。マジかお前。いや迷ってる。そして死ねというのか、
駒田での戦のように。龍蔵、おじごにはお前がいる。あいつらには俺しかいない。え、やるんか。マジかよ、龍蔵とやるの。なるほど、あいつらにとってのおじは龍蔵なのか。 BGM がかっこよすぎる。なるほどね、ガード不能か。まずはジャスガー。苦しめはしない。やめろ。友ではないのか。もう昔の話だ。これは居合か。砕けた。今だ今だ。撃つべし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 。撃て。ここだ。よし、砕けた。よせ、まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前も、お前もな。ダメだ、目を覚ませるぞ。何、それは厳しい。うわ、それはやばいって。いきなりガーフはやばいって。弱攻撃でも一旦やってみる。苦しめはしない。お、これ弱でいいのか。友ではないのか。もう昔の話だ。ここだ、ここだ。で、ここで強攻撃まして、で、ここで砕け。ここで一回、何、で、ここで一回砕いて、ナムさん、ナムさん、ナムさん。で、ここで、よせ、まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。来る来る。くっそ、生きてる。よし、で、これ回復して、なに、今だ今だ今だ。ここだここだ。ここも切って、ここだここだ。よし、龍蔵、龍蔵。まだ間に合う。強かったな。共に故郷を救おう。共に戦おう。今じゃ猛虎のもんだ。龍蔵、侍だ、侍がいるぞ。おいおいおい、最後にこいつ魂を売りやがって。先生、麻子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返す。いや、おじの前で苦内を使ってしまった。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。見てなかった、よかった。足立殿は武人としての最後を遂げた、うん、仇を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らに総力戦だ。続け。いや、頼もしいな、おじさん。対馬の武士の、ただ俺瀕死だ。こいつは盾か。まず一人ずつやろう。まずはこいつを破壊して、して回復もする。で、爆発するぞ、気をつけろ。弓もちゃんとやってる。あいつやろう、あいつやろう。
志村が倒れた。やべ、ここよし、やばいやばい、隠せねば。あー、痛い。誰か回復してあげないと。よし、ちょっと蘇生を。よし、でとどめさせて。よし、みんなでやろう。よし、めっちゃ回復した。でこいつは盾だな。俺がやる、俺がやる。よし、キルリーダー鈴木。皆の者、お志村も志村いち早く死んだな。志村城、あ、志村城にいたんだ、コトゥンハーンは。やばい、撃ち落としに来た。大層な城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。おお、やばい、生け捕りにされてる。え、お前飯をくれる約束だ。龍蔵か。わかるな。逃げてやって。確かに、お前分かるよね。やめて。龍蔵が火を。おい、やしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。お前マジかよ。お前それでも日本人かよ。なんだその目は。お前同胞のためなら日本人も殺すのか。嘘だ。早く門を開けろ。門を開けろ。こいつこんな小物になり下がったのか。開けちゃった。こいつ4頭身ぐらいしかなくないか。デデデ大王みたい。ハーンとは何者です。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。獣か。誇りなど微塵も持っておらぬ。やつは言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは本土を攻める折の助力を壊れた。寝返れということだな。うわ、綺麗だな。水権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。誉れに反する行為だな、それはさすがに。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。めっちゃ評価してる。内外は野党だと聞いた。はい、義を知る女です。なれど義を知る女です。ただ俺のことをクロードって言って回ってんだよな。龍蔵のことを忘れたか。確かに厳しい戦になろう。龍蔵には完全に裏切られたからを知らねば。私がお何しとん。お、しかし私がお支えします。これが嗅覚です。猛虎どもあれが猛虎軍です。モンゴル軍。今から僕が殺す。騎兵がいます。おしとおれ。行くの。よし、すっきれこの野郎。いけ、あら、あれ俺の馬どれ。あ、スキルじゃないの。いた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 。とりあえずやりように。あれ、ちょっと待って、ガードできなくなってる。ちょっと待って、ガードできなくなってる。あ、違う、ごめん、 R2 を、 R1 をしてた。ごめん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 。これ乗りながらも戦えるのか。ダッて落ちて。
かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、藩に見せつけてくれる。民も喜びます。難易度は一番難しいでやってます。島中のかがり火台を全て取り戻す。伊藤の砦で、よしとりあえず、大丈夫。まずはこいつらを。よし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 。これ乗ったまま戦った方がいいのかな。いや、俺は降りて戦う。だってこいつが乗ってないんだもん。それが誉れではありませんか。今から新手が来ます。こいつ崩すぞ。で、これでガード割って、これでいい。で、こいつらはバカだから撃ってばっかり。で、こいつもこういうことだろ。絶対に殺さぬ。よし、これで気力も全回復した。こいつも生きてる。おじさんやるよ俺。よし、あ、まだやってる。よし、おじさん誉れの区内です。いや、アシストしたから許してくれるでしょ。よし、宣戦布告だな。取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく、うん、里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。殿下の鎧。わしは将軍様に援軍を置こう。いかに下踏みを送るのです。将軍様来るの。わしの尻人を頼らねばな。この時の将軍様って誰だ。うむぎ谷におる五郎という名の船乗りだ。五郎。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待って。北条。あ、北条か。この頃って離れることになる。はいはい、金閣寺。銀閣寺の。くれぐれも用心しろ。はい、必ず生きて戻れ。北条家か。あ、足利か。北条。酒井様。足利義満か。それは総兵のようです。お話をしたいと。総兵だと承知した。やん、やべ、雷か。これ一雨来そうだな。ここ降りれそうだな。雷怖いんだよね。これ降りても致命傷で済みそうだな。行ってみるか。よし、あれ、ダメか。失礼。で、あ、ここからちゃんと降りる場所あるわ。失礼。ここの青い花をたどっていけばいいんだな。ここだ。この先らしい。なんだこれ。館、櫓もある。これは特に気にしなくていいか。また青い花、また青い花。ちょ、何回言うねん。わかるわ。よっと、すげえ、鹿の弓。打ち常の長球。え、なになになに、ファンタジー要素来る。あ、ここはどこだ。やっぱファン、その弓を持てば最後まで死に問いつけ。なんだこれ。あ、天狗と戦うのか。こいつは剣か。いや、ジジイだこいつ。これ好き。いきなり。よっ、BGM が。まずはジャスト。よけろ。見づらい。で、ここもジャスパリして。呪いが恐ろしくはないのか。猛虎を倒すことが先決。呪いが。何、避けて。なに、二回か。
強いこいつ。何二回か。一回崩して。なるほどな。首を洗っておくがいい。二回だ。何を強し。もう一回だ。やばい、これガードフローか。ここ。ここだ。ここだ。何？ここだ。よし。これ来る。ここはガード崩した方がいいのかな。何？これダメなの？ボスにはあんまりあれか、試練一戦が効かないのか。いや、ちょっと待って、ダメじゃない試練。いや、試練ダメだ。大振りは差し込まれる。来る。ここで一回割りたいガード。よし、ガード終わった。まずい。ここで、くそ、この間に回復。猛虎を倒すことが先決。よし、ここで考えよう。何？ちょっと、この急なあれ、きついな。崩されておいて、ここだ。ここだ。で、ここも崩して、ここ音が聞こえない。やったか。おらん。死闘だな。鈴木の1ミリ。毎回1ミリなんだけど。打ち爪の呪いか。さあ、これで技をいただけるということか。ありがとう天狗よ。おお、あ、半弓から長弓になった。威力が高く標準を合わせやすいが、引き絞る時間が長い。なるほど、バレてない時にこれでやれってことか。影。やったね、タエちゃん。回復できるよ。おお、ここの橋が。こっから先に行けということか。いや、リジェネマジで助かるな。お、花もある。スタイリッシュ。ちょっと出れなかった。スタイリッシュニュースからの。よし、で、糸クソ浅いね。あれ、落ちたらなんかカービーボールみたいになってたけど。笛吹け。よし、さあ、この後晴れるよ。お、見てこれ。おー、嵐が止んだ。なんという、これが誉れか。すげえな、マジで。よし、でここで一回誉れ高きことして。お、花が死ぬほど落ちてる。はい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 。まずはここからってことか。じゃあまずはこっから打ち崩しに行くか。いや、私は決してそれを面倒くさいと思いません。なぜならこれが神ゲーだからです。
もしロボット操作するミニゲームだったらどうする？あの、そうじゃなきゃやめない。あの、もしこの先ロボットで操作するシーンが、あの、このゴーストウツシマで出てきたら、もしかしたらこれ途中で投げるかもしれない。まあ、多分ないだろう。それだけは。よかった。いや、それは普通に俺、誉れじゃないもんだって。そんな、やだよ、いきなりロボ出てきて操作するが部活が出てきたら、しかも e スポーツとも言う。どうしよう見て。どうしよう、あー、やべ。どうしよう、仕方ない。あっちゃくさ。やるしかないだろうな。闇打ち。よし、これでバレてない。あれ、バレたこれ。で、隊長の頭に、一発、あの隊長を。すげえ、隊長を一発か。あぶね、ここ怖いから下でやろうぜ。いや、隊長倒したならもう怖くないわ。おい、うどけくちゃん、あっち、ダリ、よし、こいつも割っといて。いや、打ちつね、クソつえ。で、スイって降りてくるから、こいつはもう、ほら、何しとんねん。いや、マジでおもろい、これ。ちょっと、今までやったゲームの中でって言ったら大げさだけど、一騎打ち。加減はせんぞ。まずは一騎打ち。これで3人やれるのが熱すぎる。ここザンで、これ気力回復も熱い。ザンで、あ、ザーンよし、これであとは、え、こいつは槍か。槍ならここで一回ガードブレイクして、で、ここで槍の構え。こいつはこれやってればさばけるらしい。すげえ、三角だけで槍を倒せるという。で、こいつは鬱陶しいから極まってきたな。で、ここで救出と。いや、超快適だ。ありがとうございました。ありがとうございます。安全なところへ。抜かれてないぞ。どうぞ、はい、お受け取りください。いや、肩システムクソ楽しいね、じゃんけん。なんとこれ Steam と PS4、PS5 で好評発売中です。お買い求めはお近くのゲームショップへ。物資50は熱いな。しかも PS5 だと月額1000円のサブスクに入ることにより、なんと無料でプレイできると。こんなことがあって許されるんですかね。昔はゲーム一つ、スーファミのソフト一つでも1万円したんですよ。そう、無料でできるんです。これ案件だったの？案件じゃねえ。そんな、海外を超えてアメリカのゲームって案件来ないよ。来るのは中国とかが多いです。なんかよく中国のクソゲーからの案件来るんだよな。全部断ってる。あの、なぜなら配信でやれって言われても荒れるからです。俺結構配信はね、ちょっと荒れるの嫌だから、結構断ってんすよね。そういう時は動画で何とかする。動画は荒れないから。動画は荒れてもあの、コメント見なければいいだけだから。配信は嫌でもコメント見なきゃいけないじゃん。あいつ視野角が狭いから。え、何してんの、何した今俺。で、ガードブレイクショットして、ほら、神です。やったか今、無を切ったの。なんかバグった。その怪我、かすり傷よ。先生、なんでそんな襲撃にあってんの。巴の足取りを掴んだ。逃がしてたまるか。まあ、弓じゃ近接やられたら終わりだろうが。足の名を知っておった。え、新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。血やば、先生。まず、かっけえ、この弓を弾く姿。おい、弓しかいねえぞ。手薄だな。
次はあそこか。武将、どうしよう。よし。どうしよう。カンカン。こいつらタイミング一緒だ、打つタイミング。ならば。どうしよう。すげえ、後ろこいつ。どうしよう、どうしよう。カンカンカンで、まずい。こいつら固くなり弓だな。で、後ろで後ろで防いでいるだと。どうしよう。どうしよう。エイム、なんで動いてるのにこんな当たるの。おい、はい、よっどいどいどいやー。よし、フミだ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。大ハーン、この年の終わりまでに持てる技すべてを宮廷にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。石川と酒井、俺らやん。わしの教えは西方に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。こいつ、巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。本当こいつ。それが死の務め。なんか綺麗事並べ立ててるが。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。大丈夫かなこいつを先陣切らせて。酒井、目泳いでるけど。お主は太刀の腕も切りをも備えて。褒めてくれ。いや、それほどでも。だが二度とわしを侮るでないぞ。なんかこいつね、頑固じじいなんだよね。普通になんかすぐピキるしさ。っていうかさ、この辺に多分あれだよね、神社があるだよね。多分取り抜けたもん。いや、カッパも来てるけど、確かね、あの石川さんと一緒に行った時、あれ神社もあったから。いや、カッパは俺じゃなくて、ちょっと待って、米散らしてたら、米散らしてたらスタックした。ちょっと待って、米散らスタックした。ちょっとお前、カッパとか言うからさ、仕方ない、俺だけでも生きろ。で、カッパで動揺した。俺はカッパなんかじゃねえぞ。で、これ神です。こっちに移動して、でこいつは半弓でいいや。あ、なんか焦げてる。あぶね。今度は絶対本密に行きます。で、打ち死にして、あ、一騎打ちもいけんのか。よし、誉れていくわ。長押しして、ちょっと待って、ちょっとごめんって。じゃあ今なんかあれ、振りかぶりがなかったんだよ。見失うのか。見失わない。めっちゃいる。なんでこんないんのここ。や、槍が多い。うわー、すごい。でかい。この槍はこれで槍過ごせる。あぶね。これあれか、鉄ハウの使いどころか。鉄ハウ、ちょっと待って、鉄ハウ、ちょっと鉄ハウどこで使うんだこれ。危ない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 。
でパワー系が死ぬほどいる。なんだこいつ、スタックしてる。まずこいつは槍だから痛い。え、これ無限脇で、こいつはこれで先に切っちゃう。よし、やばい、こいつはやばい。こいつはなんだ、こいつは剣か。槍もいる。ちょっと待って、槍はこれでいく。まず槍はこれでいなくて、この間になんだ、あっちゃった。おい、武道家くちゃはるた。登ってくるのかな。あ、いる。これが隊長か。よし、よし、隊長からまずは。隊長、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 まずい。退却、一旦退却。まず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 、それ。ここに先生。うえし、ロゴサムライチナンソンタベン、ソモンホレゼクイ。まずは失礼です。神社が呼んでる、神社が呼んでる。いっつー、熱い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 。キツネの巣だ、キツネ、早く早く、そっちやだ、キツネそっちやだ、キツネ。よし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 、こっちだな。それやめて。あ、ここでこうして、お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手、何者だ、うん、乱を生き延びた武士の娘か。槍川のものか。死にたい。ここはもう死者の国だ。やばい、なんかたくさん来た。なんかギャラリーまで来たんだけど。ギャラリーやめて。誰が俺を殺せと。お前に神戸を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが坂井村家の死を望んでいる。なんでだよ。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が俺民のため頑張ろうとやってるのに。ならば切るか。まずい、ここだ。何、たあいない。それでも武士か。よし、次やろう。痛い。ただこいつあれだ、ガード不能技はない。まずい、これ。え、はっ、あっ、あっ違う、これか、それ知らない。早い、まんまと現れよって。ちょっとそれやめて。たあいない、それでも武士か。すまぬ。痛い。1、2、3、よし、ここだ、ここ、来た。1、2、3、ここで叩き切って、
見極めておる。これで終わりだ。違う。ドリア。死ぬのはお前だ。何？フントの前。それ！ドリア、ドリア。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を。この技。フンヌの舞を。私がもらい受けた。しく使わせてもらうぞ。スキルも獲得。綺麗に決まったな。妖の無念、あやかしか、あやかしの無念、毒々しい鞘に収められた刃は人外の力をまとうという。うわあ、なんかあれだな、あのオタクがアイドルの時に振るやつみてえだな。サイリウム、サイリウムじゃないこれ。どうした？お侍様、はい、化け物がいるんで。誰が化け物やねん。昨夜現れて見ましたか？はい、落ち着け。お主の名は？死のでございます。死の、かわいい名前。顔に似合わず。して何を見た？また飲んでる発言を。川の子、カッパです。はい。妖怪の？確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い。カッパってそんな凶暴なの？隠れていたので。人を殺すほどの？すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺によるでないぞ。なんかさ、日本酒のラベルとかってさ、カッパに乳首出てるやつなかったっけ？おっぱいあって。俺それで小学生の頃精通しかけたんだよな。